皆さんこんにちは、内藤です。ということで本日は俺がブチギレた話をしてもいいですか？ただ単に俺が怒りを発散したいがために撮っている動画でございます。ぜひ皆さん、怒ることあるよね。なんか無性にイライラするみたいな、人に伝えるほどでもないんだけど、これちょっとモヤモヤして誰かに聞いてほしいみたいな時あるじゃないですか。まさしく今日はそれ、今日はその話をただただみんな最後まで聞いてほしい。そしてみんなのね、こういうことあって私もムカついてるんですみたいなことだったら、コメントに書いてください。みんなで発散しましょうという回でございます。はい。で、今ですね、僕はカフェでねちょっと編集をしてるんですけど、ここのカフェじゃなくて1個前ドトールにいたんですよ。で、ドトールにいた時に事件は起きました。はい。僕ね、普通にねそこのドトールで編集をしていて、で、このキャリーケースで、パソコン入れてね移動してたんで、荷物がねこれがあったんですよね、キャリーケースが。で、僕のこのキャリーケース、そのね小さいじゃないですか。カフェの椅子ってなんであんなちっちゃくてさ、席の幅も狭いのって思うんだけど、もう置く場所がね、その自分の横にねこのキャリーケースを置いてたわけですよ。で、そうすると隣の席にさちょっとまあかかっちゃうっていうか、間隔が狭い席だとさ、キャリーケースが少し隣の椅子に引っかかっちゃうみたいな、そういうぐらいのさ置くスペースになっちゃうわけですよね。ただ店内空いてたんですよ。そう、店内別に満席とかじゃないよね。俺の遠くのね席も空いてるし、隣以外も空いてるんですよ。そうで、事件が起こったんですよ。俺が編集作業してて、で、そのキャリーケースを僕のその座ってるちょっと横にね置かせてもらいながら作業してたんですよ。で、そしたらね、おばさんって言っていいのかな、今現代社会でなんかおばさんって言っていいの、でもおじさんって言うじゃん。これもちょっと腹立つんだけどさ、なんかみんなおじさんって言うけどさ、おばさんって言うとさ、なんかなんでそんな言い方すんのみたいな世の中の風潮ありません？おじさんって呼ぶの OK で、おばさんって呼ぶのなんかいい呼び方じゃないみたいなのありますよね。それもなんかちょっと腹立つな。男女平等って言うけどさ、なんかね、何なんだろうなんかちょっといろいろ切れてるよ俺は。で、話を戻すとですね、で、俺が座って作業をしてました。で、そうしたらですね、隣にまあ50代より上ぐらいのねおばさん、もうおばが来たわけですよ。で、俺の隣席をね見てね、この席誰か座ってるわけっていうの。いや、ここ空いてますって言うと、私ここに座りたいの、空いてるんでしょ、ここに座りたいのって言ってきたの。腹立つと思って、なんやその言い方と思って。普通にさね、この席座りたいんですけど空いてますだったら、あ、すいませんちょっとね荷物大きくてすいませんってなるじゃん。じゃなくて、何この席空いてるんじゃないの、あんたの荷物を置いてるから私座れないじゃないみたいな言い方をしてきたの。それが俺はめちゃめちゃ腹立ったの。そう、何この席はフリーの席じゃないわけ、誰か他にいるわけ、私はここに座りたいんですけどみたいなところでおばあさんが言ってきたの。それがめちゃめちゃ腹立ったよ。そうね。で、しかも、で、俺もねその時に別にね、俺も悪いよ。それはね、俺に非が全くないってわけじゃないよ。ね、それ、大きい荷物が邪魔しちゃってたなってのがあったんで、あ、その場ね、あ、すいませんって言ってどかして、で、そのおばさん座るかなと思ったの。ね、おばさんね、席避けたら座るかなと思ったら、なんか、タバコをポンと置いて、で、自分喫煙室にいて座んねえの。腹立つわ！めっちゃ腹立つ！なんなんで座りたいわけじゃねえのかよみたいな。もうなんかね、ピアニッシモ、女性がよく吸うピアニッシモって細いタバコあんだよ。それをなんか開けた席にポンと置いて、で、なんか喫煙室行って、なんかアイコス、なんかわかんないけど、なんか吸ってんだよ。腹立つ。なんだよ、座りたいって言ったから開けたら座んねえでタバコ吸いに行けって、やらっていうのに俺はブチ切れたっていう話でございます。で、この聞いてほしかった。で、分かってる、ね、俺、その方が 100% 悪いっていうわけじゃないし、だからこそ腹が立ってる。俺自身もね、やっぱ、俺がまあ原因なところあるじゃん。そう。だから 100% その人を責められないっていうのも余計腹立つんだよ。余計腹立つ、悪い方が、めんなじで腹立つ、とんでもない言い方すんの。普通にさ、
私ここ座りたいんですけどの一言でいいじゃん。何も嫌みったらしくて、何この席、誰か使ってんのみたいなさ、もう何マウント取るみたいな、あんたがしてることはもう道理に反してます、常識外れのことやってますから私が正してあげますみたいなさ、あの言い方腹立つ、あいつの顔腹立つめちゃめちゃ腹立つっていうので、この日一日ずっとイライラしてた小さい男だねって言われるかもしんないけど、めっちゃ腹立つんだよ。あの小さいモヤモヤが一番腹立たないね。もう明らかにその人が悪いとかだったらさ、まあ変な人なんだな、おかしい人なんだなってさ諦めがつくじゃん、そういう人とはかからないでこうみたいな、なんかもうちょっともう別にその人言ってることは間違ってないけど、でも腹立つんだよっていうのが一番なんか燃やるじゃん、燃やるじゃん、だから動画撮ってるっていうこと。いやーちょっと熱が入りすぎてしまった。でもやっぱ心から思ってることだから、あの熱くなるね、本心 100% で腹立つことってやっぱおもろいっすねそうで、いくつになってもやっぱね、俺という人間は小さい男なんですよね。そんなの寛大に許せない、もうあの言い方が腹立った腹立ってあいつっていうそうっていうことなんですよ。はい、皆さんもあるでしょ、このさ腹立つんだけど、人に言ったら小さいと思われそうで言えないんだけどやっぱ腹立つんだっていうことをぜひコメントに書いてください。みんなで発散しましょう。なんかさなんか今のね、日本社会かなんか世界全体なのかさ、もう俺はなんかもう狭苦しいんだよ。みんななんか綺麗に行きましょうみたいな感じになってるじゃん。SDGs、 地球環境に優しく男女平等でみんな仲良くって、なんかその上辺だけ綺麗に取り作っとってるけどさ、人間なんて変わんないわけだよ。人間なんてどうしようもなくさ、めちゃめちゃ小さくてどうしようもない生き物じゃん。なんかその人間らしさをなんか無理くりなかったことにして表面だけ整えてるみたいな、そういうなんかさ気持ち悪いんだ。気持ち悪い人間ってのは本来もうね、あの人間関係で悩みまくって小さいことでネチネチくよくよする、これが人間らしい姿ですからさ、その発散する場所がさなくなってきてるじゃん。今だってさ、なんかツイッターやさ、ね、こういう YouTube とかでも自分のなんか思ったこと言うと、それはいけないと思います、それは違うと思いますって、まあ、それは人それぞれなんだけどさ、でもなんか言うこと自体がタブーになるのは良くないよね。そう言ってなんかね言われるっていうのはね、それはありますけど、なんか言うこと自体も良くないみたいなの、そういう風な世の中になってほしくないなっていう、いやこじつけです。ただ俺があのめちゃめちゃイライラして腹立って、で小さいことすぎてあの小さい男だと思われるのが嫌だから、こういう風にね社会構造を批判してるっていうだけです。もう元を正せばそのおばさんにめっちゃ腹立ったってことなんだよ。あいつそのなんか職場の休憩中か知らんけど、あのその職場に戻った後めちゃめちゃ上司とかに怒られろ、めっちゃなんか書類でミスして上司にしこたま怒られ怒られてくれはいっていうね、あ、すっきりしました、めちゃめちゃすっきりした、成仏できたわ、はあ、肩の荷が下りたよ。だから今後もね、あの腹立つことだったらやっぱ動画にしてね、あの発散していきたいなと思います。はい、やっぱね動画が俺のね表現手段、やっぱ気が小さい男なんで、あの日常生活とか普通の人間相手には言えないんですよ。だからこういう風にあの自分のチャンネルのあの小さい動画の中で鬱憤を晴らすっていう、はい、こういうねあのが一番のストレスが発散方法かもしれないですね。はい、なのでね、はい、そういうとこですよ。で、はい、すいません、あのずっと関係ない映像が流れてたんですけど、それでイライラしたからあのシンガポール料理屋さんに行ってね、美味しいご飯を食べてるっていう映像です。本当はね、あのこの怒りのトークのところはね、あの初めのね1分2分ぐらいに収まるかなと思ったんだけど、撮り始めたらあの愚痴が止まらなすぎて、あの映像と全く、ね、関係ないところで話し続けてしまった。はい、いやーでもね、あのすっきりしてくださって、あのよかったです。
僕自身がねこれで快眠できそうです。はい、そしてねあのシンガポール料理屋でねあのこの謎のあのものを頼みました。もう完全にこれおまけです。あのこれねなんか鶏肉の中に餃子の具をさらに巻いてるみたいな食べ物だったんですよ。もう今この時点になったら料理の話とかどうでもいいよね。入ってこないよね今更料理の解説されても。はい、でこれねあの挟んでね包んであげてで食べたんだけど、あの俺はこれあんま好きじゃなかった。あんまり俺これ好きじゃなかったの。あの前のねあのチキンライスはめちゃめちゃ美味しい。ここのチキンライスめっちゃ美味しいです。あの日本で食べた中で一番ぐらいに美味しいチキンライスだけど、このなんか巻いてあるくねくねしたやつは全然あの俺好きじゃなかった。うん、なんかね甘いんだよ、変に甘いの。うん、なんか香辛料が入ってるのかちょっとね独特な感じで海外っぽい甘さがねある感じで、だからちょっとあの鶏肉のねスパイシーであの何味がねしょっぱい感じを想像してた僕としてはイメージと違いすぎてねちょっと苦手でした。はい、まあねこういったね美味しい料理を食べてなんとかね今日も変なことあったけどまあいいかってね切り替える、これが日常ですね。はい、そして最後にですね僕日本橋にいたんですよ。日本橋でねあの神社があったんでもうこんだけ行ってね罪滅ぼしです。はい、最後はお祈りしてね、はい、あの幸せを願って締めたいと思います。終わりよければ全てよし、あんだけねブチ切れたけど最後は僕自身の幸せ、そしてこれをね見てくれて温かく見守ってくれる視聴者のみんなの幸せ、ファンの幸せ、そしてあのおばさんの幸せも願って終わりたいと思います。はい、なんという綺麗なエンディングでしょうか。はい、最後にいいこと言っとけば全て良かった感じになる。これは不思議なマジックですね。はい、ということでね、お金を入れてこれ神社とかさあのお寺とかでさお祈りの仕方が違うのさ困るんだよ。毎回毎回さどうやるのかなって迷うじゃん。はあ、だからもうどうやればいいのか分かんない、合ってるかどうか分かんないですけど、はい、とにかく幸せを祈っておきましたみんなの。はい、これでもう明日みんなはねストレスなく生きられると思います。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。お付き合いいただきありがとうございます。こいつ礼をしてるつもりでストレッチしてるな。最近ストレッチにハマってるからこの礼をしてるつもりでそれを利用してねあの腰を伸ばしてたね。腰が痛くなってきました。はい、ということでぜひね少しでもね共感してくれたらっていうか、ね、楽しんでくれたら目指せ3000いいね。そしてみんなのねコメントでもねあのイラついたこととかちょっともやったことぜひ書いてください。みんなで発散しましょう。それじゃあまたね、バイバイ。